はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。僕カズマックス、今までねこのコーヒーチャンネルでまあ数々のまあたくさんの、コーヒー動画をまあ作ってまいりましたが、これまで僕が、上げてきた動画、それ以前の僕のね、なんだろう、写真みたいなのってあんまり実は公開してこなかったんですよ。まあサブチャンネルとかツイッターでちょこちょこはまあ映してるんだけど、まあメインチャンネルで昔はこんなんでしたよみたいなのはね映せなかったんですよね。まあその理由っていうのがまあありまして、それをねちょっと踏まえながらちょっと昔の写真をね公開していこうと思います。はい、じゃあ行きますよ。じゃあまずは、僕が生まれたばかりの、まあ、赤ちゃんの頃の写真ですね。よいしょ、はい、こんな感じですまあ面影まああるっちゃあるのかな、まあ、まあ可愛らしいね赤ちゃんの頃の写真ですけど、じゃあ次が、はい、こちら、まあちょっと大きくなって、まあ笑い方がなんかもう結構固定されてる、まあ完成されてる感じですよね。感じこんな感じですよね。はい、次こちら、うん、まあこれが小学校多分2、3年くらいなのかな。まあ、母親と一緒にね、旅行に行った時の写真なんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、ほやっとしてね。まあ、の抜けた顔してますよ。まあ、こんな感じの、子供でした。で、次が、これがね、小学校6年生だったかな。多分、卒業式の写真ですね。はい、ピースしてますけど。まあ、こんな感じで、メガネくんでした。はい。確か、小学校1年生くらいからもうメガネしてたかな。結構目が悪くてね。今、コンタクトなんですけど。はい。それでですね、まあ次からですね、すごいですよ。びっくりしないでください。多分びっくりするけど、すごいのが来ます。いきます。次が、中学1年くらいかな。いきます。はい。あ、違う、これ中学じゃない。高校1年生だ。高校1年生、進学校に入ったばっかの、まあ生徒手帳の写真ですね。まあ、何があったんですかね、この数年ってね。まあ、ちょっといろいろあったんですよ、僕にもね。確かね、小学校、まあ、高学年あたりから結構、家庭でちょっと辛い時期に入って、結構病んでたってのもあるし、まあ、あと、田舎だったんですよね。山梨の、まあ、甲府ってところで、まあ、甲府からもうちょっと離れた田舎に住んでたかな、当時は。まあ、だいぶ、ダサいですよね。まあ、言ってしまえば。ちょっとまあ、陰キャとまではいかないかもしれないけど、まあちょっとオタクじゃないけど、なんかね、パッとしないよね。こんな感じでしたよ。まあ髪をいじったことも本当にないし、まあこんな感じでね。まあ、周りにおしゃれさんとかもいなかったし、ワックスを使ってる子すらもほとんどもういないくらいの感じで、まあやろうと思って、でも、周りに教えてくれる人もいなかったし、自分でやろうとも全く思わなかったんですよね。うん。で、まあ、昔がさ、まあ、こんな感じだったから、まあ、正直、ちっちゃい頃、まあ、小学校、高学年くらいまでは、まあ、ちょっと可愛いね、みたいな感じで、まあ、ちやほやされてました。まあ、その状態に、まあ、あぐらかいてたのか、何なのか、うん。まあ、自分を磨こうなんてことは、人に見られるなんてことは全く考えなかったんですよ。でこんな感じだって、まあ、こうなっちゃったんですけど、まあ、僕ね、ここから、奮起しました。なんで、奮起したかっていうのが、まあ、やっぱり YouTube なんですよ。コーヒーチャンネルなんですよ。理由がね。もう本当に、高校、2年、17歳の、春あたりから、もう僕は本当に、奮起しまして、すべてが、コーヒーチャンネルのために回り始めたんですよ。うん。こいつがさ、これがね、多分コーヒーに出会ったばかりの頃じゃないかな、多分。うん、多分もうこの時点でまあコーヒー出会ってると思う。で、ね、僕は、コーヒーチャンネル立ち上げて、コーヒーの素晴らしさをね、伝えていこうと、はい、こいつがね、思い立ちました。だけど、まあ一回動画撮ってみたんですよ。その中で、僕、自分の動画を見て、こいつ、ダサくねって思ったんですよね。まあ僕すごく、昔からヒカキンさんとかジェット大介さんとか、まあ本当元祖の YouTuber もうずーっと見てて視聴者歴がすごく長かったんですよね。だからまあ動画っていうものの完成度みたいなもんとか説得力とかなんとなく分かってたんですよ。だけどまあ自分の動画を見た時に、コーヒーまあ美味しいねコーヒーやって、まあ、楽しくやってるけどひたすらダサいこいつはダサいと。でこの動画に説得力ってないよなって思ったんですよね。
で、しかもまあコーヒーのイメージを下げるかなって、自分の中で本当にコーヒーってものすごく素晴らしいものだったから、それをこいつがなんかね紹介しててもちょっとなんかイメージ下がるなって思ったんですよね。まあ、本当にコーヒーのために自分を変えようと思ったんですよ。で、僕は頑張りました動画を上げるにあたってね、まあコックさんがさ、すごく綺麗な髪してたり、帽子かぶったりさ、まあいろいろイメージってあるじゃないですか。まあそういうイメージ作りを、まあしていこうかなと思ったんですよ。そのために僕、前にコラボした、翔平くんとか、美容師 YouTuber の翔平くんとかの動画を見ながら、頑張りました。はい、一回坊主にしたこともあったんですけど、まあこれが本当に一番ダサかった頃ですね。本当に、はい、自分の、はい、これよく覚えててください。これの次いきます。はい。僕はこれから、はい、こうなりました。だいぶ変わりましたね。はい。もうほんと、まあ、これが多分一番皆さんが知ってる、まあ、カズマックスですね。はい。あ、これですよ、これですよ。雑誌に載った頃。まあ、多分これが一番、コーヒーチャンネル、こう、伸びてきた頃の、カズマックスだと思うんですけど、人って変わるもんだよね。はい。もう本当に全てコーヒーのためだったんですよね。まあ、ひどいね。同一人物と思うよね。もう。で、ここでね、本当に人って、なんだろう、見た目で変わるんだなってすごい気づきました。うん。やっぱ自分を、こう、見せていくっていうかさ、まあ、そんな大層なチャンネルじゃないけど、やっぱりコーヒーのために、なんだろう。やっぱコーヒーが素晴らしいものだから、自分こんなにダサいけどどうしようって、まあ、そこで気づいてさ、どうにかしていこうって、まあ、頑張りました。ちょっとマシになったと思う。うん。まあ、昔よりは。服とかもね、まあ、変えたり、まあ、体も作ったりとかしてね、うん、まあ、こんな感じでしたよ。めっちゃ染めた時もあったけど、うん、まあ、それはちょっと違うかなと思って。で、美容師さんとかに相談したのも大きかったですね。もう本当そこから、自分にできることをやろうと思って、コーヒーチャンネルのためにですね、自分を変えていこうと思っていろいろやったんですよ。初めてワックス使ったし、今ジェルだけど、うん、いろいろアイロンとかねやったし。だからまあ翔平くんの動画には本当助けられましたね。ものすごい一時期見てたし。で、やっぱり、これが今のカズマックスですね。うん、人に見られるのを大切にするってまあ大事だなと思って、本当に。うん、見てこれいやー、本当に変えてよかったと思う。まあ、本当にコーヒーチャンネル始めてなかったら、コーヒーに出会ってなかったら、多分この左上のままだったからね。変われば変わるもんです。だからもう本当普通の YouTuber さんとちょっと違うんだよね、僕の場合。チャンネルのもう立ち上げからして、まあ、コーヒーをやるために僕を変えていくって、多分普通他の YouTuber さんって結構なんだろう、まあ、自分が結構喋り上手だったり面白いことできたりだったりとか、うん、まあ特技があったりとかねだったと思うんだけど、僕とコーヒーってほとんどもう関わりなかったし、その当時、始めた当時は全然コーヒーのこと今より知らなかったくらいだから、うん。だからコーヒーっていうのすごいのがあって、そこをこう紹介していくために僕をどう作り変えていったらいいんだろうってね。うん。本当に、ここの問題だったんですよ。だそのために、まあ、家を変えたり、服を変えたり、まあ、髪を変えたり、うん、喋り方を変えたりね、いろいろ、まあ、やってきました。多分本当に初期の頃、から、見てくださってる方は、まあ、今非公開にしてしまった、ちょっと、うん、あまり見づらいような動画だったりとかも見たことあると思うので、まあ、若干、その当時の僕を知ってるとは思うんですけど、まあ、こんな感じでした。はい。いろんなね、変遷を経て、今、コーヒーチャンネルこんな感じでやってます。うん。たまに、カズマックスさん、おしゃれですね、とか、生放送のね、コメント欄で、くださったりとかして、で、その、まあ、コメントに僕がちょっと言いよどむというか、あんまりうまく返せない時があるんですけど、まあ、そういう経緯があったんですよ。こんだけの過去があったから、まあね、自分、決しておしゃれでも何でもないし、周りから持ってきたもんばっかだし、まあ、本来はダサいっていうの本当にわかってるので、自分でね、うん。まあ、でも、それを変え、どうにかしてでも、ほんとごまかしてでも、まあ、伝えたいものがあったから、コーヒーチャンネル今まで、本当にやってます。ほんと、一本一本ね、すごいね、最初の頃、ものすごい悩みながらね、作ってました。自分が、
いろんなものが足りないから、コーヒーってのは素晴らしいコンテンツだからやっていこうって思ったけど、あとそうだな、コーヒーチャンネルやってて、まあ一番自分が変わったなって、YouTuber になって変わったなって思ったのは、まあ、やっぱ人間性変わったよね、明らかにね。本当昔は引っ込み思案だったり、テレアだったり、消極的だったり、いろいろは。だいぶ今とは違う、まあ人間だったんですけど、まあやっぱり、いろんな人と触れ合って、まあ、YouTube 始めたのと同時で、まあ接客業も始めていたから、まあその影響もあるとは思うんだけど、たくさんの人と触れ合ってさ、まあコーヒーのことを伝えて、で、もうほんとネットを介していろんな人がね、応援してくれたりだとか、実際会って、応援してますとか言ってくれたりだとか、で、コーヒーを、まあいろいろ飲みに行って、いろんなバリスタさんと出会って、まあいろんなことを教えてもらったりだとか、新しいことに触れて、まあほんとすごく楽しかったんですよね。コーヒーを、まあ、中心として、それを経てもう本当自分が変わっていく、まあ、実感があったからすごく、まあ、楽しかったですね。どんどん新しいことやっていこうとか、まあ、いろんなことを伝えるためにこう自分を変えていこう、頑張ろうとか、本当に人間性が変わったと思う。本当に YouTube 始めてよかったと思う。 YouTuber になってよかったと思う。まあ正直最初恥ずかしかったけどね、カメラに向かって何やってんだろう俺みたいなだけど、まあそこ抜けてからは本当に、まあ楽しいし、今本当に YouTube がなければ自分ってないしね、楽しくやってますよ。はい、というわけで、今日のカズマックスの、コーヒーチャンネル、まあたまにはこういう、まあ YouTuber らしいというか、まあ昔のね、まあ様子を公開するような動画を作ってみましたけど、いかがだったでしょうかもしよろしければ、コメント欄で感想お願いしますはい、というわけでまた次回お会いしましょう。じゃあね。